ミャンマーのトラコツ市トラコツ種は中国の薬種。筋、滑落、肩骨、巨風、歯痛の効果があるとされる。炙った虎のすねの部分の骨を酒に浸し、または虎の骨を粉末にして、陳皮、人参、ヘビタンその他と共に酒に混ぜて製する。茂る教材として用いられる。珍奇なものとして高価で売買された。トラコツ種は中国では、野生動物保護法により販売が禁止されている。代用品にライオンの骨が用いられる。2008年から骨の取引が始まり、南アフリカのライオン繁殖業者が供給する。中国ではトラコツ種からモリコツ種に名を変え、表を用いたと説明される商品もある。中国、希少な虎の骨で酒造る？役人接待利用に、非難の声47ニュース2010年3月23日16時53分、共同通信 AB ライオンの骨、伝統薬人気がもたらす危機難 AFP、2012年8月27日18時58分、市場流通調査結果報告野生生物保全論、研究会ワシントン条約情報と、野生生物取引情報、トラフィックイーストアジアジャパン中国の虎製品の取引禁止解除に懸念虎について、WWF ジャパン2007年3月13日。ありがとうございます。